箱から出した状態から新幹線モードへの組み立て方。まずは1両目からです。ボディーパーツ、下側のボディーとシンカリオンの頭を収納して新幹線のハッチを閉じます。続いて1両目アーム AB を組み合わせ、ボディーパーツの後ろに取り付けます。最後に台車パーツを車両の下側に取り付けていきます。1両目新幹線モードの完成です。続いて2両目です。取り付け位置に注意しながらシャーシにブラスターパーツを取り付けます。次に上から2両目カバーを取り付けます。この時連結器とカバーの向きが合っているか注意してください。2両目新幹線モードの完成です。最後に3両目です。3両目ウエストのパネルパーツが開いているか確認します。確認したウエストパーツに3両目フット AB をそれぞれ取り付けていきます。次に3両目カバー AB も取り付けます。台車パーツを車両の下側に取り付けていきます。3両目新幹線モードの完成です。新幹線モードは完成した車両を連結させ手転がし遊びができます。新幹線モードからシンカリオンモードへの組み立て方。1両目上半身の組み立てです。台車パーツを取り外します。新幹線の後ろ側アームパーツも取り外し左右に分けます。1両目アーム AB をそれぞれ変形させます。まずはアーム A からです。ジョイント部分を上に上げ前腕を引き出します。前腕のパネルパーツをスライドさせ肩を回したらアームの準備完了です。反対側のアームも同じように変形させます。次にボディの変形です。ハッチを開き頭を引き出します。下側のボディも引き出しハッチを折りたたみます。先ほど変形させたアーム AB を取り付けて上半身の完成です。次に3両目下半身の組み立てです。台車パーツを取り外します。カバーパーツとフットパーツを取り外します。
3両目フットを A 部を変形させます。パネルを開き、つま先を下に下ろします。次に足を引き出します。側面のパネルを引き出し、位置に注意しながらカバーパーツ A を取り付けます。反対側のフットも同じように組み立てます。3両目ウエストのパネルを上げ、足を開きます。先ほど組み立てたフットパーツをそれぞれ取り付けていきます。下半身の完成です。2両目の武器を取り外します。カバーを取り外し、シャーシについているブラスターパーツを取り出します。先ほど組み立てた上半身と下半身を合体させていきます。この時ジョイントの形が上下合っているか注意してください。最後に武器を両手に持たせます。シンカリオン Z-E6 小町改善型の完成です。箱から出した状態から電車モードへの組み立て方、1両目からです。メックスフット AB を組み合わせます。メックスカバー AB を取り付けていきます。台車パーツを車両の下側に取り付けていきます。1両目の完成です。続いて2両目です。ネックスアーム AB を組み合わせます。次にネックスポット AB を組み合わせ、先ほどのネックスアームの後ろに取り付けていきます。ネックスミサイル AB も取り付けます。台車パーツを車両の下側に取り付けていきます。2両目の完成です。完成した電車モードは連結させて手転がし遊びができます。パーフェクト Z 合体の仕方、まずはネックスの2両目両腕の合体準備からです。台車パーツを取り外します。
本体を左右に分けます。各パーツをバラしていきます。この時、左右側面ごとにパーツを並べておくと組み立てやすくなります。続いてネックスアーム A、 左腕の変形です。前腕を引き出し、腕を回して下に下ろします。同じく車両の左側面に取り付いていたネックスミサイルとポットパーツを組み合わせます。組み合わせたパーツを先ほどのアームパーツの肩部分に取り付けていきます。反対側のアームも同じように組み立てます。両腕の合体準備完了です。次にネックスの1両目、両足の合体準備です。台車パーツを取り外します。本体を左右に分けます。車両左側のネックスカバーを取り外します。ネックスフット A の赤い部分を変形させます。パネルを引き出し、先ほど取り外したカバーパーツを取り付けます。パネルを回転させます。つま先を起こし、かかとを引き出します。反対側のフットも同じように組み立てます。両足の合体準備完了です。 E6 小町の武器と両腕、両足を取り外していきます。続いて組み立てたネックスアームとネックスフットを差し替えていきます。最後に武器の組み立てです。
向きに注意しながらブラスターパーツをネックスキャノンに取り付けていきます。シンカリオンのアーム、肩部分に取り付けていきます。ネックスガトリングを持たせます。パーフェクト Z 合体の完成です。